はい、おはようございます。2008年12月29日3日間閉鎖後の神楽、今日は7時半から晴天です。テクニカルメンツル、勢い込んで滑ってくる方、いろいろですね。ここはどうなってるでしょうか。下はコブになってるんでしょうか。なんせ3日間閉鎖の後ですからね。ジャンキー集結してました。しかし山屋さんいませんでした。 Y さん、 K さん、 M とさんもいませんでした。いやー、気温はちょっと寒いですね。一高も若干減速運転ですが、風はありません。皆さん朝のロープウェイ寒暖してましたけれども、悪とともに皆走っていました。走るなよと思いましたけど、こんな走ったからってパウダー逃げねえぞみたいに、ああいうところで人間の性が出るんだなと。みんな出口付近に集結して奥はガラガラ、そんな中でも景色を堪能する方や降りて一服する方やら、いろいろですね。人間模様が見れて面白いものです。こういう時に人間の本性が出ると誰かが言ってましたけど、いや、おっしゃる通りだと思います。いや、昨日の舞妓といい、今日の神楽といい、非常にありがたい状況です。2008年年末に起きまして、私たちには幸せ者かもしれません。いやー、いいですね。これ風が相当強かったみたいで、樹木には雪がついてません。お分かりですね。これが本当に3日間閉鎖になってたんでしょうか。ちょっと荒れてますね。荒れてるというか吹き溜まりですね。これはどんな感じでしょうか。あ、なんかもう早くもふっとかいう声がどっからともなく聞こえてきますが、どっかこの辺を滑ってる、あ、いました、いました、こんなとこを滑ってる輩が、いました、いました、いましたね。ああ、いました、いました。こんな高速じゃなくてジャイアント行きゃいいの、ジャンキーたち。迷ってますね。だから常連さんじゃないですね、多分。おっと、テクを狙ってる人たちがいますか。考えてないで行けばいいのに、どうしちゃったんでしょうか。これはすごい。テクに行くかジャイに行くか悩むとこですが、私はジャイに行こうと思います。うわぁ、手が冷てぇ。素手なもんです、すいません。これ迂回路メインゲレンデ、いや、一本木あたりも着いたな。風が結構吹いております。これ迂回路、本日の迂回路です。じゃあこの辺で一旦閉じます。